セガスマイルビット株式会社スマイルビットはかつて存在したセガの開発し会社。第 1CS 研究開発部が第6ソフトウェア研究開発部を経て独立し2000年7月1日に設立された。社名は世界中の人々にほっとして思わず微笑んでしまう時間を提供することを目指して命名。設立当時の社長はアロハ社長の異名を持った。 マド窓か。作ろう。シリーズのスポーツ育成ゲームを得意としていた。また、J リーグ裏はレッツのスポンサーだった時期があり、レッツのホームゲームでは、スタジアムのアドボードに、スマイルビットの文字を見ることができた。2003年10月1日のグループ再編により、社長が川越孝行に変わる。同時にスポーツゲーム以外の権利と開発業務を、アミューズメントビジョンに移行し、 スポーツゲーム専門の開発会社となった。2004年7月1日にセガの他の開発誌会社であるセガワウ、セガ AM にヒットメーカー、アミューズメントビジョン、ソニックチーム、デジタルリックスと共に再びセガに統合された。ありがとうございます。